はい、皆さんこんばんは。趣味理数の主です。今回は5個の長さですね、四角の長さを求めていきます。それではやっていきましょう。初めなんですけど、まあちょっと変わった解法をやっていきます。で、まあ皆さんは中のところを見てしまうんですけど、まあなぜそうなるかってすごい大事なんですね。で、どういうふうにやっていくかって言ったら、こういった形を作っていきますと。で、この時にどういった形かっていう形なんですけど、まあ正五角形です。これ正五角形なので長さがまあ一緒なんですね、ここは。はい、そうした時にまあここに補助線を引くんですね。だからなんかここの中身のね、熱量解放で出てくるんですけど、この補助線が意味があるんですね。で、やってみるとどうなんねんっていうところなんですけど、ここまあ二等辺三角形なので72度なんですね。で、72度でこれ108度なんで、ここが36度と分かるんです。そうするとここが二等辺三角形ということから、はい、36度と、はい、36度ということが分かるんですね。で、その次なんですけど、ここは108度というところから、はい、72度って出てきます。で、その次に、ここ二等辺三角形ということから36度と36度だって出てきます。で、ここがポイントなんですけど、二等辺三角形出てくるんですね。なので72度ということが分かって、長さが1ということが分かります。はい、そしたらその次なんですけど、ここは長さ1ということが分かるんですね。なのでここの長さって言ったら1ということが分かるんです。で、その次に、まあ、ここ、X にしましょうか。で、その次に、ここの長さを1にします。そうすると、まあ、ここでも掃除できるんですけど、ここでも。まあ、もう一つはちょっと変わったやり方で、ここね、掃除ができるんですけど、ないやつは、ここの大きな三角形と小さな三角形見たときに、掃除ができるんですね。そしたら、まあ、1たす X。この大きい三角形と対応している辺は、つったら、ここ1なんですね。対1です。で、その次に、ここの大きな三角形ね、と対応しているのが X なんですね。だから1対 X です。で、これ計算すると、X 足す X の2乗イコール1と出てきます。なので、計算戻すと、こんな風になるっていう形です。ただ、まあ、因数分解するので、解の公式をやっていくっていう形ですね。そうすると、X は、これですね、こんな感じになると。で、この時にマイナスになってはいけないので、 X は0以上ということから、 X はどうなるかっつったらこんな形。そしたらここの X の長さが出たんですね。で、足す1すれば、ここの長さとここの長さっていうのが同じなんです。なので最終的にどうやるかっつったら、 X 足す1なんで、 X はこれなんで、マイナス1足すこれね、で、1は2分の2で減で、こうやります。なので計算すると、1足すルート5、だから2分の1足すルート5が正解となります。はい、今回のポイントが1つだけです。なぜここの補助線を引くのかっていうのが分かったと思います。正五角形をイメージしているからですね。そういうことが分かれば、もう1つ上のランクの数学の図形問題が解けるのではないかなと思ってます。はい、そういった形で分かったらとか面白かったっていう人は、グッドボタンとチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次の授業で、それではまた、バイバイ、じゃあね。ご視聴ありがとうございました。今回の問題、もし分かりやすかったグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。